1410年から1999年までにポルトガルが領有したことのある領域。ピンクは領有権を主張したことのある領域。水色は大航海時代に探索、交易、影響が及んだ主な海域。ポルトガル海上帝国は15世紀以来ポルトガル王国が海外各地に築いた植民地支配及び交易体制を指す新大陸発見後は トルデシリアス条約により、スペインと世界を二分した、領域支配より交易のための海上派遣が中心であったので、このように呼ばれる。それゆえ、既存の大国であったアステカ帝国やインカ帝国の、それぞれの中心地域であった、メキシコ及びペルーにおける領域支配を中心としたスペインの場合は、特に海上帝国とは言わない。 ポルトガルの海外銀行のためのアートワークの部分、ポルトガル帝国の植民地の象徴、リスボン、16世紀のポルトガル領、ポルトガルの海上発展の礎1488年にアフリカ大陸南端に到達したポルトガルは、東洋の高領貿易独占とキリスト教不況を目的としてインド洋に進出、沿岸各地に拠点を築いて、ムスリムと戦い、インド洋の覇権を握った。 このため、エジプトのマムルーク朝など、イスラム勢力から交領を仕入れて、欧州での供給を独占していたベネツィア共和国の、経済は大打撃をこむった。ポルトガルはさらに、マレー半島における、交領貿易の重要な中継地であった。マラッカ占領以後、東南アジアや東アジアにまで貿易網を拡大し、世界的な交易システムを築き上げた。キリスト教の布教は日本において、 最も成功し、当時人口に、レーレレレレレ程度であった。日本で約70万人の信者を獲得したとされる。しかし17世紀に入ると、新境国オランダや、イギリスも7つの海に進出を始め、ポルトガルと競合するようになる。特にオランダはスペインに対する独立戦争を展開しており、当時スペインと同じ君主をいただいていた、ポルトガルのガレオン戦を打破したり、 マラッカなどのポルトガル植民地を占領して行った。日本の近況と鎖国も新境国オランダの反ポルトガル陰謀と言えなくもない。このため17世紀後半以後ポルトガルのアジア貿易は衰退したが、南米大陸ブラジルの植民に力を注ぎ、18世紀にはブラジルで金が盛んに産出されてポルトガルは再び黄金時代を迎えることになる。しかし、 1703年にイギリスと結んだメシュエン条約は結果として金の流出を招き、ポルトガル本国にはそれほど経済的な恩恵を与えることができなかった。19世紀になるとブラジルの金生産も低迷し、ブラジル植民地自体が独立を達成してポルトガルから離れていく。ナポレオン戦争後はイギリス帝国が世界の海に覇権を唱え、ポルトガルに残されたのは 旧時代の名残とも言えるアンゴラ、モザンビークなどのアフリカ植民地とインドのゴアとデュー、マカオとティモールなどとなるが、これらの植民地も第二次世界大戦後、1960年代に独立戦争が勃発した。最終的に1974年のカーネーション革命をきっかけにしてポルトガルはこれらの植民地の独立を承認した。ポルトガルの東インド貿易は名目上はべて、 ポルトガル王室の事業だったが、単独で人員と船を継続するのは人口と王室の財政規模から不可能だった。そのため、イタリア系やドイツ系の金融援助を受けて進められた。16世紀後半からは、ジェノバ共和国のサンジョルジョ銀行から融資を受けていた。リスク管理のために、複数の人間が共同出資するコンパーニアや、氷の会場貸し付けであるレスポンデンシアが行われていた。 ポルトガルはカトリック教国であり、教会法ではうすらによって交為が禁じられていた。このためカトリック教徒の間では、会場貸し付は会場保険の名目で扱われた。当時のポルトガルの貿易は、主に4種類に分けられる。希望ミヌを通って、ポルトガルとインド洋を結ぶ王室事業この貿易では、王室と契約をした船が用いられた。王室と 王室の許可を受けた船が特定の時期と地域で行う、貿易名時代の中国、日本、シャム、ベンガル、コロマンデルなどで行われ、貿易の権利は売却されて、個人貿易にも用いられるようになった。非公式な死亡易正式な貿易は王室、または王室の許可が必要であったが、合法ではない貿易を始める者も多数に上った。ポルトガル人の中には、 現地の商人と協力して貿易をしたり、海賊行為を行う者もいた。カルタスを用いる貿易、ゴアの複合や各地のカピタンが通行証としてカルタスを発行して、船長名、船の情報、乗組員の情報を記録した。カルタスを持つ船は安全を保障される代わりに、ポルトガル要塞への寄港と納税が義務付けられた。カルタスを持たない船がポルトガル船に打捕された時は、 生命の保障がなかった。ありがとうございます。